こんにちは、スズシンです。今後のヒグマとの偶発的な事故を減らす目的で、僕が経験的に知っている、しかし世の中にはあまり知られていないヒグマの知識をコラムという形で、今回より不定期ですが投稿していきます。知らなかったと思われた方は、ぜひ周りにも勧めてください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆さんこんにちは、スズシンです。ヒグマの、基礎知識についてお話ししたいと思います。基礎知識っていうかね、インターネットとか書籍で得られるような基礎知識は、あえて話しません。それ、検索したらすぐ出てくるし、書籍買えばわかるんで、この、僕のね、スズシン工房っていう、動画、映像の中では、僕が経験的に知っていることで、僕の中ではもう基礎的なものになっている、ヒグマに関しての知識をお話ししたいと思います。ネット上でわかる、例えばヒグマの年齢とか、一般的なね、対策法とかは、あんまりお話ししません。それはもう、ご自分で調べたらすぐ分かるものなので、一番いいのはね、やっぱり専門家の本を買うことですね。その書籍で読んだ方が早いというよりは手元にあった方がいいんですよ。で、動画だとね、頭に入ってきてるで入ってきてないっていうのがやっぱ現代人なんですよ。僕結構これ感じてて、周りでもその動画見たけど、ちゃんと読み込めてない人が結構多いんですよ。多分そういう映像が多いからだとは思うんですけどね。娯楽目的のものが多いから、基本的にはね。だから、どうしてもね、忘れがちになる。知識として入っているようで入っていない。インパクトのあるものだけがその人の頭の中に残っちゃうってことが起こりがちなんですよ。映像っていうか動画はね。で、映像制作、動画制作してる側も、なるべく短く済まそう。その方が多く見られるからっていう作り方をするので、結局その専門的な知識なようで、そうではない、頭に入ってこないことが多いってことなんですよ。言ってること分かんないよっていう方もいるかもしれませんけど、僕はいろんな理由から基礎的なことを調べて分かるような、書籍で分かるような基礎的なことはお話ししません。僕自身が経験的に知っていること、巷にはあんまりないよねっていう話をね、したいというふうに思っています。では本題に入ります。ヒグマに関する動画を出している方とか、北海道で、いろんなそのアクティビティ、登山だったり、鉱物探しとかしてる方も、いらっしゃるんですね。意外と YouTube で北海道で鉱山とか鉱物を探してる方っていらっしゃって、あんまり知らなかったんだけど、意外といらっしゃるんだなと思いましたね。その北海道トレジャーハンターのその鉱物探しやってる方、鉱山跡巡りみたいな方も結構いらっしゃるようで、あんまり見てないけど、ちょっと影響されるの嫌なんで、チャンネルあるんだなっていうのは確認しました。たまたまおすすめに出てきた映像で、ヒグマの匂いがするっていうシーンがやっぱあるんですよ。山奥入ってるし、登山だったらヒグマがいるところに行くわけだから、もちろん匂いがする可能性はあるんですけど、どうもね、そこを匂いするようなとこじゃないよねってところで、匂いするって言ってる方が結構多くて、いやいや、それはないだろうって僕は思うんですけど、これね、ヒグマのね、その野生のヒグマの匂いをほとんどの人が嗅いだことないんですよ。当たり前なんですけど、もう至近距離であったり、そうだね、至近距離であったぐらい、あともうさっきまでそこにいたよねっていうのがもうわかるぐらいの時じゃないと、匂いってあんまり残らんくて、で、専門書を読むと、ヒグマに基本的に匂いはないって書いてる人もいるんですよ。これね、もう50年以上、60年以上か？もう60年ぐらいか。研究してるヒグマについてね、研究してる方の本にそう書いてあるんですよ。でもですよ、実際山でヒグマに会った人は匂いを知ってるんですよ。ハンターもそうだし、ハンターは何だって取ってますからね。そのヒグマは、これ、僕もそうなんですけど、ヒグマは目の前で取ってるんで、匂いするってのは分かってるんですよ。ただし、確かに匂いの少ない個体はいるんです。毛皮があんまり匂わないっていうのかな。鼻近づけたら匂うんですけど、
その痕跡として残るかって言ったらあんまり残らないんですよ。まあ、ちょっと本題に入りますけど、ヒグマの匂いを勘違いしてる人が実はめっちゃ多いです。あ、この匂いヒグマだっていう風に言う方が、まあ映像とかね、動画とか見てるといるんだけど、それね、大体鹿かキツネなんですよ。これ僕も最初山に入り始めた頃に、最初分かんなかったんですよ。鹿の匂いは牛のような匂いがします。牛とか馬。馬が近いですね。一番近いのは馬だと思う。馬の匂いに近いです。で、じゃあ牛とか馬の匂いってどんな匂いよって話になるんですけど、実際体臭自体はそこまでないんですよ。あの動物ってね、意外と結構綺麗なっていうかね、あそこまで強い匂いする生き物ではないってことです。牛とか、あの馬とかはね。体臭ではなくて、あの匂いがするのはね、要するに糞なんですよ。糞尿。糞尿の部分が匂いするんで、例えば牛、まあ農家とかね、あの牧畜とか近いところで住んでらしたらわかると思うんですけど、あと畑とかね、まあ僕とかちが出身だから、まあ割とね、あのちょっと家から離れて、市街地からちょっと離れただけでも牛の匂いがするんですけど、あれって牛糞なんですよ。まあ糞の匂いですね。だから畑に撒く時期、春初夏ぐらいの畑に撒く時期にもやっぱ臭いんですよ。牛糞臭い。で、人はそれを牛の匂いっていう風に認識してるわけです。あと、馬牧場行ったことある方だったら分かると思うんですけど、馬の匂いっていうのも、基本的には、糞の匂いなんですよね。で、鹿もね、その匂いにすごく近いってことです。で、これを山で匂い嗅ぐと、多くの方がですね、あ、ヒグマの匂いだっていう風に勘違いするんですよ。そもそも匂い嗅いだことないからわからないんですよね。で、なんかその要するに大型動物の匂いだっていうイメージが牛のね、匂いとか馬のその要するに馬糞ないし牛糞の匂いで、まあ理解してるっていうのかな、大型動物の匂いだっていう風に頭の中で、まあ、結びついてるんで、山の中でその匂いを嗅ぐと鹿の匂いなんだけど、あ、ヒグマの匂いだ。まあ、ここは北海道だからね、ヒグマの話しますけど、ヒグマの匂いだっていう風に、まあ、勘違いする、ことが多いんですよ。まあ、多いというよりは、僕も、そう思いました、最初はね。でも、すぐに違うなって分かったんですけど、ちょっとおすすめに出てきたね、動画、YouTube の動画見てたりすると、比較的、あ、勘違いしてるなっていうのが、分かるんですよ。そこにヒグマいるようなとこじゃないよね。まあ、ヒグマがね、匂いを残すようなとこじゃないよねっていうところで、あ、匂いがしたから、ヒグマだっていうふうに、まあ、決めつけちゃうっていうかな。まあ、わかんないからね、知らないから、そう思ってしまうんですよね。まあ、覚えておいてほしいのは、まず、鹿の匂いっていうのは、馬とか牛の匂いに近いってこと。まあ、牛糞ってことですよね。まあ、なんでそんな匂いするかというと、鹿って、あの、要するにお尻にやっぱ、その糞尿がついてるんで、お尻とちょっと前の方っていうかな、ついてるんで、まあ性器の周りですよね、性器の周りについてるんで、それが匂いってことなんです。で、その鹿がね、座ってるとね、その座ってる場所にもやっぱ匂い残るんですよ。地面に要するに、その触れてるから、陰部の部分が触れてるんで、まあお尻の部分も触れてるし、で、糞もしてるから、結局そこには匂いが残るんですよね。で、僕は狩猟もそうだし、山入ってて、それにすぐ気づいたから、あ、これは、ヒグマの匂いじゃないんだ、鹿の匂いなんだっていう風にすぐ気づきましたけど、まあ一応これ覚えておいてください。ヒグマの匂いっていうのは鹿の匂いと、まあ、勘違いしやすいっていうことですね。もう一つっていうか、もう一頭ってもう一匹っていうのかな、の動物が、ヒグマの匂いだと勘違いする匂いがあるんですけど、それはね、キツネなんですよ。これね、まあキツネのね、匂いっていうのも結局尿なんですよ。キツネはね、あの縄張りを示すために結構林道沿いとかに、まあ、林道の真ん中とかでもそうですけど尿をするんですよ。すごい匂い強いんですよ。アンモニア臭が強い。で、これね、ちょっとね、何の匂いかって言われたらね、難しいんですけど、アンモニア臭は結構強いです。で、獣臭も強い。一般的に言われる獣臭、まあ、皆さんが想像する獣臭の匂いが強いってことですね。キツネの匂いはね、そうだね、これね、ちょっと難しい話しますけど、僕、匂いっていうのが
筋になって感じられるんですよ。筋、まあ、空気中に要するに漂ってるんですね。あのお香とか線香焚いたら分かると思うんですけど、煙がこう糸状になって紐状になってこう上がってきますよね。で、匂いっていうのも概ねそのような形をしてるんですよ。ちょっとイメージとしてね、話してますけど、実際僕はそういう風に感じるんですよね。で、狐の匂いっていうのは非常に細い、イメージとしてはね、指一本分ぐらいですね。指一本分ぐらいの匂いの線、まあこれ臭線っていう風に言うんですけどね、匂いの線って書いて臭線って言うんですけど、臭線がこう糸状紐状になって空間をこう伸びている、漂っている感じなんですよね。なので尿、キツネが尿をした場合にそこから立ち上がって風に揺られてこう四方に伸びていくんですけど、それが要するにその細い感じなんですよ。なんで、嗅ぎ取ろうとすると、その、線があるところに鼻を持ってかないと、なかなか嗅ぎ取れないんですよね。で、イメージなんですけど、まさにこんな感じなんですよ。キツネの匂いっていうのは。多分これでね、あ、もしかしたら、今まで感じてたヒグマの匂いだと思ってたのって、もしかしてこれキツネの匂いじゃねっていう風に、まあ、合点が行く人はいると思います。僕自身もそうだったんでね、最初の頃はね。キツネの匂いっていうのはすごく細くてアンモニア臭が強くて、で、獣臭がすごく濃い、まあ、細い分なんか濃くなってる感じですね。で、じゃあそのさっき言ってた鹿の匂い、まあ、馬とか牛のような匂いはどんな風に感じてるかというと、大きい塊の匂いになります。まあ、要するに匂いの溜まり、そもそもが大型動物なので、匂いの溜まり自体も大きいんですよね。なのでそこからその動物の大きさ、その動物の大きさのまま匂いがこう伸びている。あんまりね、そこからねこう移動しないわけじゃないんだけど、その場に溜まることが多いですね。要するに匂いのその塊が結構大きいので、そこで匂いがすることが多い。で、そこからその塊の大きさのまま風に少しずつ無散していく感じで、まあ、薄くなっていく感じで、風に乗ってね、伸びていく感じです。なので鼻をこう、上とか下とか横とかに動かさなくても嗅ぎ取りやすいんですよ。もうその匂いの塊に当たってしまえばね、あ、比較的どこにこう体をずらしても匂いがするぞっていうのが、まあ、大型動物の匂いの特徴です。もう書籍とかに全く載ってませんから、動画とかでも多分ないと思うんですけど、これ一応覚えててください。これでヒグマの匂いと間違えやすい鹿とキツネの匂いっていうのは判別できるようになると思います。じゃあヒグマの匂いってどんな匂いよっていう感じになるんですけど、よく動物園の匂いって表現されるんですよ。結局その糞尿の匂いなので、まあ北海道だったら単純に熊牧場行ったらもう熊の匂いです。間違いないです。糞尿の匂いなので間違いなくその匂いがします。まあ、なんぼなんつうの、そのテーマパークというか園内をきれいにしてても、ヒグマがいるとこをきれいにしててもヒグマのお尻にはついてるから結局匂いはするはずなんですよ。なのでそれで匂いをね知ることはできると思います。あと単純に動物園行ってやっぱ糞尿がねいっぱい集まってる匂いって変だけど、匂いで、ああ獣臭だ、動物の匂いだっていうのに、まあ、かなり近いってことですね。で、僕がね、今まで嗅いだ匂いの中で一番強烈だったのは、北海道トレジャーハンターの、トドロキ鉱山だね、一番最初だね。あれももう今からすると数年前の話なんですけど、まあ、投稿してるのは昨年だけどね。トドロキ鉱山の奥の方に行った時に、まあもう、林道がね、廃墟になってるところだね。水が流れてしまっててね、もう道が沢みたいになってる感じのところの奥で、あれ、シイタテ派だったかな、なんかシイタテ派の蝶々がすごい周りにいて撮影してて、なんかちょっと時間をね、その蝶々を撮影するのに時間を使っていて、で、それから少し歩き出したら
吹きが倒れてるところが見えて、で、ヒグマの匂いがしたんですよ。で、結構臭かったんですよ、その時ね。で、これなんで臭いんだろうと思ったんですけど、あの日暑かったんでね、で、あそこちょうど日陰で吹きがたくさんあってね、林道にもう吹きがこう鳴ってる感じですよ。生えてるんですよ、林道にね。林道の真ん中にも生えてるってことですね。で、ヒグマがそこに座ってたっぽいんですよ。で、僕鈴鳴らしてたから、気づいて逃げたんですよね。で、逃げた時に吹き折れてるんですよ、あれ。まあ、吹き食べた後もあったけど、吹きがただ折れてるだけって変だなと思ったんで、どうしてだろうと思ったんですけど、まあ、さっきまでいた匂いがするし、焦ってこう、鈴の音聞こえてね、焦って、こう、逃げたんだな。どっか隠れたんだなっていうのが分かったんですよね。で、その時に、多分なんですけど、ヒグマって、要するに恐怖、まあ、人間もそうかなと思うんですけど、恐怖を感じた時とかに、毛が逆立つんですよね。まあ、戦闘態勢に入ってもそうなんだけど、毛が逆立つんですよ。で、毛が逆立った時に、多分、臭腺も開くと思うんですよね。匂いが要するに体臭も出る。で、恐怖に対するその、なんつうんだ、匂いっていうのかな。これ多分動物の世界だと、まあ、動物同士は感じ取れるんですけど、感じ取れると思うんですけど、恐怖を感じた時に、おそらく匂いを発してるんですよね。で、その時に感じた匂いが、生臭い感じではなかったんですよ。もちろん糞尿の匂いはする。さっきまで座ってたから、動物園の、その、ちょっと総合的な糞尿の匂いをまとめたような匂いもするんだけど、それ以上に、嗅いだ瞬間具合悪くなるような匂いがしたんですよ。あ、これちょっと殺気立ってんのかな、すごく警戒してんのかなっていう、まあ、匂いに感じたんですよね。もう僕、その時ね、一瞬はその、まあ、立ってる状態だったけど、その、匂いに当てられて立ちくらみしそうになりましたね。まあ、怖いっていうのももちろんあるけど、まあ、慣れてるっていうのももちろんあるんですけど、それ以上に、あ、これちょっと違うなって。いつものヒグマのね、匂い、感じる匂いとはちょっと違うなって思って、かなり、あ、強い匂いだな。警戒していて、毛が逆立った時に出す匂いなのかなっていうふうに、まあ思いましたね。あれは、多分今までの人生の中で一番強烈な匂いでした。うん、生臭い感じではないですよね。まあ確かにね、口の中が、まあ、あんまり衛生的にね、保たれていない。まあ例えば、腐肉ですよね。まあ、腐った肉とか、鹿の腐った肉とか食べてた場合に、口の中はもちろん、まあ人間もそうだと思うんですけど、匂いがするようになるんで、それをね、今までヒグマに出会った、至近距離で出会った時に、すごい、口の中がね、匂ったっていう、まあ証言につながるのかなと思います。食べてるものによって結構やっぱ匂いは違いますね。秋かな、秋の、コクワとか、山ぶどうばっかり食べてる時のヒグマって、体全体がね、甘い匂いするんですよ。まあ、いい香りがするんですね。フルーツの香り。まあ、フルーツの香りではないけど、臭い香りではないんですよ。あと、春先の、吹きばっかり、吹きの塔と、若い吹きばっかり食べてる時も、そんなに匂いはしないですね。うん、要するにもう、その山菜の匂いがそのまんまするって感じで、あんまり臭くないんですよ。でも、鹿の肉を食べたなっていう時の、ヒグマの、糞は臭いですね。鹿肉をね、そのまんま焼いた時のような匂いがします。あ、そのまんまっていうか、その、ほんと獣臭い状態にしちゃった。状態の悪い肉、そういう匂いがする、糞をするヒグマもいるってことですね。まあ、それはね、さすがに臭いと思います。うん。新鮮な肉を食べてた場合にはね、まあ、これかなり余談だけど、新鮮な肉を食べてた場合のヒグマの糞は割といい匂いがします。鹿肉を、本当に、味付けとか胡椒とか、まあ要するにその香りでごまかさない状態で焼いた時のような匂いが若干糞に混ざってるんで、むしろいい匂いじゃねみたいな、うん、感じはしますね。まあ、獣肉焼いてね、その匂いが好きじゃないっていう方は、ちょっと、臭いなと思うとは思うんですけど、うん。まあ、この大体3つはね、鹿の匂い、狐の匂い、で、最後、ヒグマの匂い。今僕が言った話を覚えておけば、
多分匂いで間違えることはもう今後ないかなと思います。でほとんどの場合はね、匂いあんまりしないんで、ヒグマはね座ってた場合とかには匂いがするってことですね。その場に座ってた場合にはその場所に匂いがするってこと。お尻にやっぱりその糞尿がついてるんで、あんまりその場面に出くわすこと自体がね、多くの人はないと思うんで、ほとんどの場合は鹿か狐です。圧倒的にやっぱ山を歩いてるとこっちの匂いの方が多いです。まあ頭数が多いっていうのはあります。うん。では今回はヒグマの匂いの話、多くの方が勘違いしてるってことですね。勘違いしてるヒグマの匂いの話ということでした。また次の動画で会いましょう。